こんにちは、あさこです。タイ在住の主婦です。今回3年ぶりの一時帰国で、たかが3年帰ってないだけなのに日本の凄さがいろんなところで目についたので、ブログにも書いたんですけど、 YouTube の方では私の声でも紹介しようと思います。そうそう、今流れてる動画はタイに戻る時の羽田空港なんですけど、今回第3ターミナルだったんですね。で、私京浜急行の第3ターミナル駅で降りるの忘れたので、終点の第2ターミナル駅で降りたんですが、で、そこからね、移動すればいいと思ってたんです、第3ターミナルにね。でもなんか今回はすごい迷子になってしまって、で、私変に長い棒を持っていたから、そういう長い荷物がある方はこちらですって言われたところに並んで、で、やっと自分の番が来たなと思って手続きをしていたら、お客様、JL31 便でお間違いないでしょうかって言われて、はいとか言って見上げたら、私アナのカウンターにいて、ひえごめんなさいって言って、で、そもそもまだ第2ターミナルにいたから、あ、もう早く第3ターミナルに移動しなくちゃと思って連絡バスの場所を聞いて向かうんですけど、言われた通り行ってもなかなかたどり着けなくて、それでまた人に聞いて、で、エレベーターで上に上がったり下に行ったりとかして、でもなんか第2ターミナルの中をぐる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 して本当にたどり着けなくて、なんか知らんけど、そしてやっとバスを発見して第3ターミナルに着いたっていう、もう何回羽田空港を使ってるんだっていう現象で、今度は JAL のカウンターに行ったんですけど、なんかいつもと違って、グランドスタッフさんがいてくれるところを機械でチェックインするようになってて、でーと思ってキョロキョロしてたら、結局はスタッフさんが来て対面でチェックインをしてくれたんですけどね。でも、これいつからですかって聞いたら、2年くらい前でしょうかっていうことで、たかが3年帰ってきてないだけだけど、でも3年でもなんか本当浦島太郎になってました。でね、これがね、私の持ってた長い棒なんですけど、これ布なんですよね。シワになりたくない布はこうやって巻きで持って帰るんです。折りたたんじゃうと、合成皮革とかそういうのはシワがついちゃうのでね。で、ここのお店で山形のだだ茶餅を買うのを楽しみにしてたんですけど、お店は閉まってました。すごく残念でした。今回は結構、まあ、どこにもね、あんまり行かないようにして諦めたことが多い一時帰国でした。で、タイに戻る日はちょうど関東に台風が来ていて、ああ、揺れたら嫌だなと思ってたんですけど、雨が降り出した頃、もうすぐに飛び上がっちゃったので、ラッキーでした。雲の上に上がっちゃえばお天気はいいですからね。なんか私は本当にラッキー星人で、あらゆることのタイミングがこんな風に普段からめちゃくちゃいいんですよね。で、タイにいても雨がね、結構スコールバーって降るんですけど、車に乗った途端に雨が降るとかね、そういうの何回も あるし、本当にありがたいことです。いつもご先祖様に感謝をしています。日本バイバイですね。では、本題の3年ぶりの一時帰国で気づいた日本のすごいところ、それを言ってみたいと思います。まず一つ目。百貨店でゼリーを買ったんですけど、その時に、お渡し用の袋はお付けしますかって言われて、お渡し用ってちょっと本当に一瞬わかんなくて、なんだお渡し用と思って、で、そっか、私マイバッグ持ってないから、あ、付けてくださいって言ったら、この袋の中にもう一枚同じ袋を入れようとしたので、袋の中に袋はいらないですって言ったら、あ、かしこまりましたとか言って、で、後からじわじわ思い出したんですけど、私がこの、ゼリーを本当にお渡しする時用の、新しい綺麗な紙を入れておきますかっていう意味だったっていうこと、こんなので当然私知ってるんですよ。だけど3年間たかが日本に帰っていないだけで、そんなことが全然わかんなくなってました。で、さらにこの日は雨が降っていたので、雨用のビニールをおかけしますかって言われて、お願いしますって言ったんですけど、こういうサービスは本当に日本はね、素晴らしいなと思いましたね。で、これもよく見ますよね。音を消すやつですよね。で、私ね、もう香港時代からもうおばさんになったことも加わってだと思うんですけど、もう音なんてね、気にしなくなっちゃったんですよね、ほんと。それもどうかと思うんですけど、全然気にしなくなっちゃったんです。で、こういうトイレにこういうのがあっても、まあ手をかざしたりボタンを押したりして音を流すっていう感じだと思うんですけど、この時はね、私もう押してもいないし、手をかざしてもいないのに、私がかがんだその瞬間、めっちゃめちゃバッチリなタイミングで音が流れたんです。さらに流れている音の時間もバッチリで、それで終わって私が立ち上がった途端、今度本物のね、音がした、本物の水が流れたんですよ。
もう全部のタイミングがバッチリすぎるのと、私は一切どこも触れていない、それがもうすっごいなと思いました。それでこれはね、セールで手袋を買ったんですけど、何にも聞かれていないのに、セールなのに自動的にこんなにちゃんとした紙袋に入れてくれた。で、この留めてあるシールがちゃんと文字が読める一つの単語でちゃんと区切られて切られている。これは今感染対策として、レシートとかお金のやり取りは直接しないで、このトレーに置かせていただきますねっていうことがあらかじめ説明してあるトレー。もうね、あらゆるところにこういう説明の文章が多いですね、日本はね。丁寧すぎる。あと電車の乗り換えはもう複雑すぎてわからなすぎましたね。忘れてるだけなんですけど。あと、この略語ね。TY が東横線、ま、わかるよね。MM が港未来でしょ。で、SO が相鉄線でしょ。B はもうさ、CA 地下鉄ブルーラインだしね。でさ、JT、JO、JK、JH、JS が全部 JR 線なの。もうわかんないよね、これ。日本に住んでる日本人の方もわかんないでしょ。でね、この電光掲示板を見て、あの電車に乗りたい、乗ろうって決めるじゃない？それで、どこに立っていいか、ほら、わかんないのよ。もうなんかね、カラフルだし、いろんなもの書いてあって、で、この黄色矢印全部こっち向かってるでしょ？もうこれね、一個一個に私字を読まなきゃわかんなくて、読んでたらちょっと邪魔だったみたい。で、見てたらさ、おじさんたちみんなちゃんとね、自分の並ぶところがわかってんの。私もおばさんだけど。もう、すっごいなと思って、これさ、やっぱりどこ並んでいいか分かんなかった。結局私もどっか適当に並んどいて、自分の乗りたい電車が来たら、もうそこに向かって、入り口に向かって走っていって乗るみたいなね。そんな風にして乗ってました。で、見てこれ、バスの中なんだけど、写真1枚撮ったらこんだけ分降りますボタンがついてんの。もうね、自分の座ってるところ、立ってるところからもう一歩も動かなくてもいくて、ちゃんとボタンが押せるところにもう必ずついてる。これすごいからね。香港のバスもちょっと動かないとボタン押せなかったりとか、タイで乗ってる船もね、ボタンがどこかってまず探すところからでしたからね。そんな感じで日本はもう丁寧だし細かいし、すごい行き届いてますよね。まあ時にはちょっとね、うるさすぎるぐらいね。まあ、だから時々ね、ちょっとその香港とかタイの雑さ、それがもう楽だなって思う時もあります。実際そう、本当そういう楽さが許すから私も許してねみたいなね、楽さがやっぱり海外はありますよね。はい、そんなこんなでタイに到着しました。ちょっとこう映像をね撮ってみたので、眺めてるだけでもちょっと楽しいので、よかったら見てください。でね、私ね、ブログでも何回か書いてるんですけど、実は飛行機が怖いんですよ。着陸よりも離陸が怖くて、結構いつもドキ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 してるんですよね。でね、息子もちょっとそれ怖いタイプで、ちっちゃい時なんか、もう本当に手を握って、大丈夫か大丈夫かって、すごい恐れてましたね。で、この運転手さんは、パイロットね、運転手さんは、上手なの？ってよくちっちゃい時私に聞いてて、大丈夫。私たちは、JAL のパイロット運転選手権で、一番になった人の飛行機を予約してるから大丈夫よ。で、一番の人が空いてない時は、二番まで、三番の人を選んでないから。だから、JAL の中でも一番か二番の人の飛行機しか乗ってないから大丈夫よ、私たちは。っていつも言ってました。そんな私が今回から飛行機怖くなくなったんです。飛行機怖い人って、閉所恐怖症らしいですね。で、私もね、実際、閉所恐怖症なところあるんですけど、今回から私、飛行機、全く怖くなくなっちゃったの。ちょっと思い当たることもあるんですけど、まあ、それ、なんか聞きたい人いれば、またそれも話そうかなと思いますけど、怖くなくなりました。私、行きはね、この身をつけの残りを飲んで、感染しましたけど、帰りも飲み残しを飲みました。こんな最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれても大丈夫です。Hey.